1>, 1月21日木曜日。今日の天気は晴れのち曇り。日本放送飯田工事の OK 工事アップ。ップ朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田工事です。おはようございます。日本放送アナウンサーの新庄市香です。日本放送飯田工事の OK 工事アップ。この後8時まで生放送です。 朝刊、えー、各紙入ってまいりましたし上ちゃんのところでもずっとやってましたけれども、うん、やっぱねアメリカ大統領バイデンさん就任ということ、まあこれが、えー、もう各紙一面からあ続いてという感じで特集を,を打っていますね。東京新聞だけは新型コロナの病床についての話を書いてますが、まあそれ以外は、えー、バイデンさんのアメリカ第四十六代大統領就任というところを。 まあ、これ、本筋のところであるとか、アメリカ政治がどうなる、それから日米関係がどうなる、あるいはこの世界がどうなっていくんだというような話はですね、え後ほど7時代今日はコメンテーターが、え東京大学公共政策大学院教授で政治学者の鈴木和人さん、えさらにアメリカからはですね、政治学者の岡山博士さんにも、え登場いただいて、まあ、多角的にいいお話をいただこうと思って、おります。まあ、あのね、えいろんな論点があると思いますんで、 のの辺というのは、ね、後ほどじっくりというところなんですけれどもあのバイデンさん、えー、この方はアメリカはデラウェア州というところのご出身だとワシントンから電車で、まあ、2時間ぐらいのところで。うんでえー 上院議員時代は、まあ特に駆け出しの頃、え、えー、確か29歳で上院議員になられたんですけれども、その直後に当時の奥様と、それから、えー、お嬢さんを交通事故で亡くされたと。で、残された男の子を育てるということもあって、えー、ワシントンには今日構えず、そのデラウェア州から、えー、毎朝90分ぐらいアムトラックというですね、まあ向こうの、おまあ鉄道ですね。えー、あの、アメリカは基本的に、車社会ではあるんですけれども、えー、バイデンさんは、まあ、 交通事故でね車の事故でお嬢さんと、それからお母さん亡くされたということもあったんで、電車通勤をして,るしてたというね、アムトラック・ジョーなんていう名前も付いてるらしいんですけれども、デラウェアというところが、ここへ来てこうにわかに注目されていると。うん、で、あのデラウェアと聞くとですね、何思い出すブドウだよね。<laughs> やっぱブドウだよね。ブドウですね。そうか、あそこはブドウが有名なのかと思ってですね。はい。デラウエアという,うブドウ酒を調べるとですね、うん、これ、 あそこじゃないらしいんだよ。え、違うんですかなんか、あ<れ>えー、1855年、オハイオ州のデラウェアというところでですね。そっちここの、おー、なんか、武道が、え、えー、見出されたということで、<あ>命名発表されたという。えー、え、違うんだう違うんですね。デラウェアってそんなにアメリカじゃいっぱい名前があるんだな、というところ。<ー>私は、あのー、大学で経営学をやってまして、で、そうするとデラウェアってね、これはデラウェア州の名前で出てくるんだよ。 デラウェア州って実はいえー、あの会社を作りやすいっていうですね えーまあ、アメリカって州によってその会社を作るとかなんとかとかって、えー、そういう部分はあの州法でいろんな規定があってだから州法で、えーあのー、進化論を教える州もあれば教えない州もあるみたいなことをこう言われたりなんかするんですがデラウェアってあの会社を作りやすいということでデラウェア州の会社法について、えー、学ぶ授業があったりとかね<ー>あの決して税金がすごく安いとかそういうわけではないんですけれどもただあの会社が作りやすいとか経営陣に対してあの そんななに制限がが加えられないとかがあってデラウェアに会社を登記するところが非常に多いという話があって私それでデラウェアって確かに。 ちらっと記憶にはあったんですけれどもこんなになんかデラウェアデラウェア言われるようになるとはっていうですねえー、今回もデラウェア州からあバイデンさんは昨日かな、えー、移動してきたということでまあ、その移動に際してはですね、えー、デラウェアから、えー、俺はもう去ってしまうのだと少ししんみりとした形になって涙も流したなんていうね、えー、話も出てますけれども、えーえー、そんなまあある意味人間み みたいなものが、あの、いろいろ報じられていますけれども、まあ一方でこれだけ、まあ分断されてしまっているアメリカをこうどう立て直していくのか、それが日本に対してどう影響するのかと、え、えー、いうあたり、後ほど、えー、今日はじっくりと掘り下げていきたいと思っております。 あなたの声を届けますリスナーズオピニオン。この傾向ジアップはリスナーのあなた、コメンテーター、私、ら新業アナウンサー、番組スタッフ、みんなで作り上げるニュース番組です。えー、ぜひご意見をしてください。今朝のコメンテーターは東京大学公共政策大学院教授で政治学者の鈴木和人さんです。 え、取り上げるニュースですが、まず、アメリカ新大統領就任ということで、まあ、その演説の模様などについて、え、そして現地の情勢については、え、慶応義塾大学教授でアメリカ政治がご専門の政治学者、岡山博さんに登場いただきます。アメリカニューヨーク州からの電話出演ということで、まあ、現地アメリカの様子なども伺っていきましょう。え、それから、 7時半ちょっと前のキーワードのゾーンでは中国の会計法について全人代常務委員会が20日から22日の日程で開かれるということであります。そして7時40分過ぎスクープアップのゾーンではイギリスが発足国以外で初の TPP 加盟へというニュース。まあ、ヨーロッパの情勢、そしてまあ TPP というとね、えー、これ アメリカが抜けた後は日本が主導してここまでこぎつけたというところがあります日本の関わり方外交さらにアメリカどうするというあたりも掘り下げていきたいと思っております今週はご意見をいただいた方の中から毎日抽選で3人の方に日本放送オリジナルあらゆるリバーシブルマスクをプレゼントしていますポッドキャストや youtube でお聞きのあなたにもプレゼントが当たるチャンスです番組ホームページのプレゼント応募フォームから住所やお名前電話番号を登録し ご応募くださいさいあここが気になるのコーナーナです朝刊、えー、各紙、先ほどオープニングでも話しましたが、まあ、アメリカ大統領就任式一連の、ねえー、行事についてというのが大きくなっておりますがその一方で一面の方からですね、まあ、大体、各紙展開しているのが、えー、昨日行われたあ国会での えー、総理などを政府4演説に対する各党の代表質問の模様であります。まあ、昨日は立憲民主党の枝野さん、えー、などから立ってですね、えー、総理に対して追及をするという場面もあったというところで、まあ、特にそのコロナ対応について、えー、緊急事態宣言が、まあ、再び出されましたけれども、あれが遅すぎたんじゃないのかというようなですね、えー、ところ、まあ、枝野さんなども突っ込んでおりました。まあ、あのー、これに対してはね、えー 総理の方はいやいやそんなことはないとおいうことですね、えー、感染対策を進めるんだということをまあ,あ言ったと、えー、緊急事態宣言を発出しこれまでの経験に基づき効果ある対象に徹底的に対策を行っているとおいうふうに、えー、述べたというところでありますまあ,あのそもそもまあ、この緊急事態宣言で何ができるか何ができないのかむしろできないことの方が多そうだということは去年の4月5月あたりの緊 緊急事態宣言の中ですで、えー、に明らかになっておりましたあの時もですねあのそれこそ都道府県知事の中にはロックダウンという言葉を使って、まあ、ひょっとするとこれ外から家に、えー、家から外に一歩も出られないんじゃないかみたいなことまで言われましたが法律よくよく読んでみるとそんなことができるできようはずもないということであのかなり限られた地域の一部を七十二時間以内に限って侵入禁止にすることができ できるとか、あるいはあのー、医療機関臨時のものを作るために土地の収容をできるとか、えー、マスクとか医療用品に関して、えー、売り惜しみをするなよとか、えー、ある程度の行動性ができるというようなことは定められてますが、えー、個々人の行動を縛ることはできないということで、えー、海外のようなあ強制的なロックダウンというのは一切できないということがすでに、えー、分かっておりましたで、そんな中でもこの金の 緊急事態宣言をこう出すべきだというのは、まあ、あの多分にやってるかのパフォーマンスの部分があったじゃないかということも言われますもちろんそれの部分もあるし、まあ、それプラスえ私が行っても聞かないからお父さんに言ってくださいというふうにです、ねまあ、ある意味、えー、都道府県知事よりも、まあ、一般的に世の中で言われている何、えー、というか。あ 権威の部分で、えー、もっともっと高い、えー、内閣総理大臣が政府として発出するという緊急事態宣言を出してくれというですね。まあ、ある意味のこれ、えー、やってる間勝負みたいなところがあって、まあ、それを都道府県知事と、そして、えー、官邸側と、まあ、ああ、駆け引きが行われたというような報道もあるんですけれども、まあ、その中で、えー、1月になってから、ああ、今回発出。 したと、ういうようなことが言われております。で、まあ、それ、え、野党側は、ええ、ええ、遅かったんじゃないかということで、まあ、政権をこう追求するというのは姿勢としてあるんだろうとは思うんですけれども、ただ、出したところでこれ、そんなに何か変わるわけじゃないっていうのはもう分かりきっていることで、ええ、ええ、パフォーマンス合戦にですね、ええ、また追求してるパフォーマンスで乗っかるということが、果たして生産的なのかどうなのかっていうのはね、ね、ええ、一つ、議論の余地があるんだろうというふうに思いますし、 え本当だったらで、あの、昨日申し上げましたが、え、有事と平時のしっかりとした切り分けというのをやるのかと思ったら、結構そこのところはぐずぐずになっていて、で、かつ、えー、試験の制限じゃないかということで、まあ、あの、野党は、あどちらかというと、刑事罰等々には、まあ、10杯人だらけで反対をするとおいうことになってますが、いや、これ、それよりは、有事と平時を切り分けて、有 数字の際には、えー、試験の制限というものがやむを得ず入れざるを得ないとじゃないと感染を抑えられないかもしれないよねっていうのがここ1年ぐらいで分かってきたことのような気がしますし今回の新型コロナに関しては特に、えー、若い人なんかはかかって ても重症化するリストが著しく高いとかかったら即命に関わるというような病気じゃないというようなことまで分かってきましたがえそういう病気ばっかりが外から入ってくるかというと全くそんなことはないわけでかつてのサーズやマーズのようにですねえ日本は免れましたけれども入ってきた諸外国 では、えー、かなり猛威を振るったというような病気が、いつ日本に入ってくるかどうか分からないと。その時に、まあだから今までは、えー、法律がなくてもなんとか対処できたっていうのは、運が良かっただけなのかもしれないよね、ということを織り込んだ上で、法改正議論というものが進めばいいんですが、なんかちょっとグレーゾーンの部分を作ってですね、責任逃れをしようと。えー、で、試験の制限とかも、まあやるにはやるけれども、ちょっとぐずぐずっとしているというようなことで本当にいいのかというところ。まあ 今後ですね、予算委員会なりで、具体的に町長々発信の議論がなされればいいなというふうに思うところ、昨日の代表質問についてでした、今日も代表質問、衆議院、そして参議院で行われると、とそして明日は参議院での代表質問があるという日程になっております。 えー、あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。コロナについても、あるいは、バイデンさんの就任についてメール、ツイッター様々いただいております。岡山在住の大学院生23歳の幸太郎さん、えー。夜更かしをしてバイデンさんの就任中継見てました。個人的な思想、心情は置いといて、彼をまずは冷静に見守ろうと思います。就任演説では団結、ユナイトという言葉強調されてましたよね、と。 えー、トランプ政治は何かと批判される向きもありますが多くの問題を指摘した浮き彫りにした功績があるんじゃないかと思いますそれをバイデンさんどう解決していくのか、えー、オバマ政権であったような勇ましい言葉だけによるパフォーマンスではなく実行力で示してもらいたいものですというふうに23歳、大学院生の方がいただきまました <laughs> ありがとうございます,ざいますここが「気になるプラス」のコーナーです。 あの、インターネット上でのね、オンラインセミナーっいうやつはもうね、今本当いろんなところでやってるというか、まあもともとね、人が集まる形の見本市でやるようなものっていうのも、まあ残念ながら人を集めるっていうこと自体がコロナでなかなかできづらくなったんで、えー、それをまあウェブでやってみようというような向きもいろいろあるんですが、まあこれがね、普通にニュースになるような時代になったなとこというふうにつくづく思います。えー、各紙国際面 だとかで触れておりますけれどもオンラインイベントにですねあのアリババの創業者ジャックマー氏が出てきたぞということで2ヶ月ぶり公の場にということで、えー、報道されておりますこれなんかあの元々ジャックマーさんは、えー、英語の おぉ、先生だったと。おそこから、まあ、身を立ててアリババ作って、みたいな。で、巨万の富をという話に、まあ、サクセスストーリーになっていったそうですけれども、あの、そんなこんなで、教育に関しては投資をしたり、セミナーをしたりというのは、いろいろ、まあ、前々からやっていた、その財団が毎年主催しているイベントの一環で出てきたということなんですが、えー、特にですね、あの、地方での、お先生方の頑張りに対して、俺たちもサポートしていくぜと、より一層サポートする、みたいな話が出てきててですね、えー、えー、これ、あのー、 習近平さんは地方の貧困をなくしたっていうのを、まあ、ある意味、金看板のように今掲げてやってるというのが、えー、ありますんで、それを考えると、あ、えー、ジャック・マーさんは相当これ、標準の意を示したのかな、というようなこともですね、えー、ちょっと、お頭をよぎるところもあるんですが、まあ、確かに、このオンラインでもって、えー、地方とお、お都心とか、あるいは世界中の距離がどんどんと縮まるというようなことあるんです。で、えー、一 一方でインフラ面をどう整備していいかみたいなところっていうのは、まあ、いろいろな人がね、当たり前を悩ませているところではあると思うんですけれども、あのー、この間ですね、あの、ネット上でこういろいろ検索をしていたら、あ、そう,そういうところのソリューショのフォーラムっていうのも、いろんなところでやってんだなと思いました。えー、例えば NTT 東日本がですね、ソリューションフォーラム2021オンラインというのを、ちょうど今やってるそうです。そういえばね、あの、ソリューションフォーラムって私、前にも新宿で、あの、実際に人が集まってっていうところで取材に行ったことが まあ、あのー、緊急事態宣言下でも、まあ、これ、えー、NTT さんっていうと、まあ、電話っていうイメージがもちろんありますけど、それだけじゃなくって、で、えー、いろんなですね、ソリューション、まあ、ネットを使ってだとか、あの、見守り機能でカメラとこう、つないでやるとかですね、こう、いろんなことそういえばやってた。 なんで,すよで、えー、それについてお役立ち情報を準備しているということですので、まあ、NTT 東日本もホームページ、あるいは NTT 東日本ソリューションフォーラムというふうに検索すると、いろいろ出てきます、今日はね、あの城南新規の理事長の河本さんの講演があったりだとか、あ、えー、明日はテレワークマネジメントの会社の代表がやるとか、えー、いろんな盛りだくさんのコンテンツのようであります。 さあ次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります今朝のコメンテーター東京大学公共政策大学院教授で政治学者鈴木和人さんです鈴木さんおはようございますおはようございますよろしくお願いします,よ,ますよろしくお願いします,ししますあのそれこそ 前の緊急事態宣言下で鈴木さんにご出演いただいた時はリモートでのご出演でした。はい。あの時は札幌に住んでましたので。そうでしたよね。あの時確かあの北海道大学の肩書きでご紹介したと思うんですが、そうですよね。今拠点を東京にお家になって。そうですね。まああのリモートでもできるんですけど、やっぱりこうスタジオに来るとそれはそれであの楽しいものがあるというか。やありがとうございます。生井田さんを。いやいや。朝へと。すいません。ありがとうございます。大丈夫。 <laughs> 大丈夫です、だ <laughs> どういうことだ。がないかなと思って。ないですか。<laughs> そんな俺は小物みたいなもの、ね。<laughs> い,いや、でも、今ちょっと、あのね、えー、飛行機の話が少し出てましたけれども。はい、それこそ、あの、鈴木さん、ツイッター見てると、その北大時代は、なんか。はい 新千歳と羽田を2往復ぐらいしてる人がありませんでしたうそうですね。1>, す1日2往復っていうのもありましたし、週に3往復ぐらいは結構普通にしてましたので、もう、あの、空港に住んでた方がいいんじゃないかっていうい。昔 <laughs> ターミオルって映画ありましたけどね。<laughs> トムハンクスが、ジェイに住んでた。先日、あの、シカゴのお部屋空港でも、あ,はいええ、あの、ずっとなんか3ヶ月ぐらい、はい、コロナが怖くて飛行機乗れないっていう人が<え>、空港の中にいたっていう、ずっと、そういうニュースありましたけどね。ある意味潜伏したけど、なんか最後逮捕された。 ううね、そうですねあの、ずっとなんか、あちこちからこう万引きして、あのあそれが逮捕、えー、自由になってるんですね、<laughs> はい、なるほど、いるだけで逮捕されるのかと思ったら、そうじゃなくてと。 なるほど。まあ、あの、コロナについても様々発信もされてますし、もちろん、その大統領選について、え今朝朝早くからずっとご覧なったんですよね。はい。あのー、<laughs> ま、朝はね、早いですけど、まあ、見るだけの価値はあったと思います。その辺のお話もじっくりしていければと思います。今日よろしくお願いいたします。えー、よろしくお願いいたします。では、最初のニュース、こちらです。アメリカ、ジョー・バイデン新大統領就任、国際協調を表明。 So here's my message to those beyond our borders. America has been tested, and we've come out stronger for it. We will repair our alliances and engage with the world once again. えー、お聞きいただきましたのは第46代アメリカ合衆国大統領となった民主党ジョー・バイデン氏の就任演説の模様一部であります、えー、同盟を修復し世界に再び関与すると国際協調を表明しておりますがさあ鈴木さんこれご覧になっていていかがでしたか、まああのーまあ、つい2週間前に、あのーはい、この えっと、連邦議会の議事堂の選挙事件っていうのがあって、で、それと同じ場所なんですよね。あそこそうなんですよね。はい、特設でいろいろステージとか作ってるけど、もともとは。 まああのあのテラスにあのボートの人たちがわーっと集まってきたところをやっぱり思い出しちゃうあの演説だったまあもちろんその演説の中でもそれは触れましたし、はい、あの演説の基調としてそのこういったことをまあいわゆるアメリカの闇に対してこのまあジョー・バイデンがその希望と光を当てるっていうまあこういうあの演説の構成だったので、はい、大変そういう意味ではあのそれがまあ色濃くあの こう現れているそういう演説だったなというふうに思うんですけど、逆に言うと、ものすごくやっぱり内向きで、アメリカのこと、要するにアメリカが抱えてる問題、闇、それをとにかくそれと戦わなきゃいけないということが、もうあの全体のほとんどで、先ほどあの紹介されたその同盟を修復しっていうところだけなんですよね、国際的な話をしたのは。だから対外的なこの意識っていうよりは、もうまずはやっぱり国内っていうことが、ものすごくやっぱり、 強く意識された、そういう演説だったなというふうに感じました。あ,あの、何度も何度もユナイトって言葉をやっぱ使ってましたよね。はい。あの、ユニティっていうのはやっぱりキーワードで、うん、その、まあ、この分断したアメリカっていうことに対する、やっぱり、まあ、なんか修復をしなきゃいけない、このままではいけないっていう、この、はい、まあ、焦りというか、危機感っていうのは非常に強く出てたと思います。うんまあ、あの今回は相当こう限界体制の中でだからやっぱあの盛り上げ 上がりどころでもまあ拍手がまばらに来るのはそもそも人が少ないからだろうなという感じでしたけどね。そうですね。だからやっぱりその先ほど言ったようにあのまああのテラスにこう,うん、うん、ボートがこうたくさん登ってきてで、はい、今やっぱり。 バイデン氏が見てる先っていうのは、あの、2万本の、あの、旗が立ってる。あ,<ー>あの、ワシントンモニュメントまでの、この芝生にずっと旗が埋められてるんですけど、これはあの、40万人、えー、その亡くなってる方の、ま,コでのまあ、それの半分でしかないわけですけど、その20万の旗っていうのが、まさにこの今のアメリカを象徴している、そのコロナでこれだけの人が亡くなり、また、はいえー この人が入れない。まあ、それは感染予防ということもありますけど、ーボート対策っていうのもあって、で、その周辺が2万5000いて、はい、で、フェンスに囲まれ、コンクリートブロックに、えー、阻まれっていう、そういうところに、あの、えー、まあ、バイデンがやってきたっていう、このコントラストですよね。はい、まあ、要するにアメリカの、 この闇というか、うんえー、このアメリカのア,アグリーな部分が目の前にあって、見にくいところのアメリカをと戦うんだっていう,こう姿勢が、まあ、非常に色濃く出てた、そんなような就任式だったと思います。うん、これ、あの演説をその、バイデンさんに対してよく思っていなかった人たちが、果たして聞いてるかどうかですね、あれは。世論調査なんかでは、まあ、あその バイデンがこう正,正式な大統領でないっていうのは75パーセントとか80パーセントっていうふうにあ,<ー>あの共和党の中では共鳴していただいて、やっぱりそういう人たちはもうそもそも認めてないのでこの演説を聞くこともないし、うん、まあその彼を大統領として認めないとで何人かの議員はあの 共和党の議員は今回の就任式に参列しなくて、あ<ー>あのトランプがあの、はい、フロリダに行くあのアンドリース空軍基地の方に、えー、あの行ってたっていうような人たちもいたわけで、えーまあ、そういう意味ではやっぱりアメリカの分断というのはまだまだ、まあ、その非常に長い時間と道のりがあるなというのはあの、それを直すにはすごい時間かかるなというのはすごい感じてますね。 今日この後あのアメリカ現地とつないで岡山宏さんにお話を伺うのとともに、まあ、中国やあるいはヨーロッパのニュースをきっかけにして、まあ、そこと、この内向きなアメリカがどう関わっていくのかそして日本はというあたりもさまざまお話を伺っていきたいと思っております、はい、おはようニュースネットワーク取り上げるニュース、こちらです第46代アメリカ大統領にジョー・バイデン氏が就任 現地時間20日、日本時間今日未明、アメリカの首都ワシントンの連邦議会議事堂で民主党のジョー・バイデン氏が第46代大統領に就任し、演説を行いました。We've learned again that democracy is precious.Democracy is fragile.At this hour, my friends, democracy has prevailed. えー、ジョー・バイデン氏の就任演説の模様の一部、民主主義が勝利したと宣言したというあたりをお聞きいただきました。まあ、あのー、ね、全体で、まあ20分満たないぐらいの演説だったと思いますが、えー、これ、鈴木さん、まあ、あのー、 どうというか、かなりこう自分の国の中のことっていうのを話されていたようですねはいあのやっぱり内政中心だったとっいうことなんですけど、えー、まあこの民主主義が勝利したという前に、はい、民主主義が非常に脆弱、弱いものであるという、えー、言い方をしていたところがすごく印象的だったなと思っていまして、やっぱり今回その、その前のですね、あの トランプ政権の間に大きくた、で、ざまな出来事を想定しながら、やっぱりこう、はい、民主主義は守っていかなければならないと。で、まずやっぱりそこが大事なんだっていうところからスタートしてるので、まあ言ってしまえばものすごくこう低いところからスタートしてるんですよね。アメリカは世界をリードするとか、その前に、アメリカはまず自分たちの この自分の内の中をなんとかしなきゃいけないって、そういう感じをすごくやっぱり強く受けたところはあります。あ,まあ、ある意味そもそもも我々日本の から見るとアメリカというのは、なんというか民主主義のチャンピオンというイメージが非常に強かっただけに、あ,あこうなっちゃうんだっていうのはなね、<laughs> そうですね、まあ、民主主義のチャンピオンではあるんですが、うん、民主主義は同時にその、まあえー、非常にこうダークな側面というか、はい、やはりその国民の中に、ですねあの例えば白人至上主義者ですとか、そういった、まあ、嘘そや陰謀論を信じるような人たちが、まあ、たくさん出てくれば、ですね、うん、やっぱりそれを反映するものでもあるので、 はい、民主主義っていうものがあのこう勝つためにはですねやっぱりその国民がそういうこの、うん えーまあ、ダークな部分をこう排除するというか、それと戦うっていう、この気持ちを出さないといけない、まあ、少なくともだから、バイデン氏が今回当選したっていうのは、はいまあ、まだアメリカにはそういう希望がある、まだアメリカにはそういうものを排除しようとする、そういう力があるんだっていうことを示したことなんだろうなというふうには思いますうんさあ,、まあそのあたり、アメリカ、現地どういった雰囲気なのか、えー、ここでですねアメリカ政治ご専門の政治学者、慶應義塾大学教授の岡山博史さんと電話がつながって 岡山さん、おはようございます岡山さんいらっしゃるのはニューヨークということでよろしいですかあ、えー、とあのニューヨーク州なんですが<ー>あの大都会のニューヨーク市ではなくて、えー、あのそこから自動車で3時間ぐらい行ったあの田舎の大学町に今の雰囲気、就任式が行われましたがご覧になって,ていかがですか。 そうですねあのいろいろワシントンだとか各州の州都であの襲撃とか騒乱の恐れが指摘されてきたわけですけれども厳戒態勢の影もあってからあのこちらの昨晩にはあのコロナ犠牲者の追悼式もあったんですけれどもいろいろ、まあ、あまり大きな混乱もなく各州のイベントが進んできていると思いますねであの恒例の,あのパレードです、ね、就任式の後のこれは大幅に縮小されてあのオンラインのイベントに切り替わったんですがあのちょっと驚いたのはあのバイデン家の皆さんとハリースの の皆さんが、いずれも、はい、あのホワイトハウスに入る前に自動車を降りて、メディアに対応しながら歩いてホワイトハウスに入ったということで<ー>あの、国民との距離の近さをアピールしたかったのかなというふうに思って見ていましたはあその辺っというのは、今までであったら、そんな交流とかっていうのはあんまなかったわけですかいやむしろあの、交流するのがあの普通だったんですけれども、今回はやっぱりちょっと無理なんじゃないかというふうに言われてたんで、コロナもあって。 演説等々、まあ、あの非常に、ねえー、国内向けが多いんじゃないかみたいな指摘もありますが、岡山さん、どうご覧になりましたかそうですねあの、まあ、全体のテーマっていうのが、あのユニティ統合っていうふうになっていて、はい、あのこれに。 あの非常に力点が置かれていた、あの就任演説というのは、あの場合によっては所信表明演説みたいになって、いろんな政策に触れることもあるんですけれども、はい、あの今回はとにかくあの統合を取り戻すんだということを、あのひたすら訴えていたということが印象に残ります、ね、うんさあ、スタジオにはあ鈴木和人さんもいらっしゃいますあどうも岡山さん、お久しぶりでございます。どうも久しぶりですえっとまああのー 今回のまあ演説、まあ、確かにユニティっていうことをあの非常に強く出してたんですけれども、例えばあの、えー、バイデンの言葉の中で、エンド・デアン・シビル・ウォーっていう、そういうような表現があって、まあ、なんとなく今の,、はい、あのアメリカのあり方っていうものを非常に象徴してるなって感じたんですけど、この、なんていうんですかね、シビル・ウォー、まあ、南北戦争時代の分裂みたいな、そんなような、あの 捉え方で見ているっていう、そういう印象を受けたんですが、岡山さん、その、アメリカの今の分断状況っていうのは、どんなふうに、あの、お考えですかあの、これは、本当にかなり深刻だなというふうに思っていて、あの、よく南北戦争の時の南北対立と比較されますけれども、やっぱり今の分断が非常に深刻なのは、 ですね、その党派対立とその人種その他の対立が、まあ、全部こうきれいに対応してしまっていてあの互いに有的関係ですね敵味方の関係みたいになっているということがあの1つ大きいのとあと、やっぱりもう1つ大きいのはこれはあのトランプさん以降非常にはっきりしてきましたけれどが、えー、陰謀論者とかその人種さあの白人主,主義者といった。 その従来であれば政治の表舞台にあの出てこられないかったような人たちっていうのが前面に出てきてしまってこの分断に参入してしまったっていうのは非常に深刻だなというふうに思いますね。 まあそんな中であのバイデン大統領はあのユニティっていうのを訴えてでこの分断を何とかしようっていうふうにおっしゃってるわけですけれどもまあその見込みっていうんでしょうかこのこれからまあ彼があのいろんなことをこれからやっていくと思うんですけれどもどこにあの力点を置いて何をすればそのまあ分断をこう乗り越えられるまあ乗り越えるのは無理かもしれませんけれども多少近づけていく埋め合わせることができるというふうにお考えですか あの、これは多分みんな答えがあったら教えてほしい問題の一つで、<laughs> あの、保守派のあの、フォックスニュースチャンネルを見ていましたら、はい、主義演説なかなか良かったと。 えー、統合は確かに大事だと、だけれども実際にどうするのかなと、これからお手並み拝,拝見だねということを言っていてあの、まさにその通りと思ったんですけれども、やっぱり一つは、あのこれはよく言われることではあるんですが、えー、バイデンさんは非常に政治的な軌跡が長くて、えー、そして連邦議会の上院議員として、あの非常にこう調整を重視して、これまで政策形成をしてきたということがあるんですね。であの共和党ののののリーダーダマコネルさんっていうのもあの昔なじみの人であの最近は関係 なも悪くないみたいですけれども、はい、まあそういった中であの、派手なことを何かやるというよりは、えー、地道に地道に、まあ、世論に訴ええー、政治家の中で、政府の中で調整を続けるという以外には、正直、えー、妙案というのはなかなかないんじゃないかなというふうに思っています。そうですすね。まあ、おっしゃる通りだと思いますあの まあ、確かに、えっと、バイデンの、やっぱり、こう、政治経歴の長さっていうのは、あの、そういう議会の中ですとか、政治コミュニティの分断っていうのは、かなり、あの、修復できると思うんですけれども、やっぱり国民の中の分断っていうのは、なかなか難しい。特に、まあ、先ほど岡山さんもおっしゃったように、この、今、反発している人たちっていうのは、その政治自体を腐敗したものとか、そういうふうにやっぱり感じているところがあるので、まあ、このエリート同士の、こう、馴れ合いみたいなふうに見られてしまうと、それはそれでまた難しいところがある のかなっていうふうな感じも、ちょっと私は受けてるんですけど、うん、そうですねで、そういうことを考えると、これはバイデンさんが直接何かできるってことはあまりないかもしれませんが、うん、あの今後、予定されているあのトランプさんの弾劾裁判ですね、はい、あのこの行方がどうなるかというのが気になりますあのマコネルさんあたりも、トランプさん批判を出したりとか、これ、共和党で乗っかる人も出てきそうなんですかね。 ここは難しくてですね、あの、ま、コンルさんが割とはっきりとトランプさんにも責任があるということを、あの、<ー>ち,ょちょっと前に発言をしています。ただ、はい えー、共和党の上院議員の中に、えー、トランプさん、有罪に回りうる人というのはそれなりにいると思うんですけれども、えー、しかしこれ、確実に有罪にできるという保証がない限り、そういった議員の人たちは、ですね、はい、やっぱり自分の党の,あの大統領に有罪票を投じるというのは、非常なリスクをあの抱えることになるんですね。ですのであの、それこそマコネルさんが非常にはっきりと温度をとって、これは有罪に持っていくんだっていうようなことが、えー、ないと、まあ、それが最小状況、最 条件ととといいいうううことににななるかふ思まなるほど。わかりました。岡山さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。お邪魔しました。失礼します。 えー、慶應義塾大学教授、政治学者、岡山史さんに伺いました、まあ、これ、断崖がでも数字とやっぱり慣れ合いで腐敗してんじゃないかみたいなふうに、はい、トランプ支持者は考えちゃうそうですね、そういうリスクもありますし、また、えー、トランプ支持者の、まあ、票が、まああの、やっぱり上院議員といっても議員なので、はい、その次の選挙がありますから、そういう票を失いたくないっていう思いが働くと、なかなか難しいところはあるかなというふうに思いますねなるほどおはようニュースネットワーク、鈴木拓人さんとお送りしてまいりました。 続いて教えてニュースキーワードです会計法中国の全人代・全国人民代表大会の常務委員会が昨日から北京で開かれておりますで国営新華社通信によりますとこの常務委員会で中国会計局の武器使用などに関する権限を定めた会計法の草案の審議が行われ明日22日までに可決の可能性があるとのことです まあこれね、あの、主権の侵害等々というものを彼らが認めた場合に武器使用を OK にするっていう、これ尖閣なんかに関して日本は非常にこれ影響を受けますよね。そうですね。まああの、まあこれ尖閣、東シナ海、それからまあ南シナ海と、はい、まあかなりあの、今緊迫した状況になりつつあって、で、しかもまあこの間ですね、中国はあの、いろんな、まあ、 例えばサイバーですとか宇宙ですとかそういったことも含めて、はいえー、自国に対する攻撃に対する武器使用っていうのをこう積極的に認めるようなあの姿勢に転じてきているうまあそういう意味では、えー、かなりそういうリスクが高まってきているなという印象はあって、まあ、日本も大きく影響を受けると思います、えーうーんえー、メールでもいただいておりますが横浜港北区の安幸さん47歳の方これこうなると早急に中規模・中期防衛力整備計画などの見直しも要求されることになりそうですよね まあ、おそらくだから日本単独で対応することっていうのはまず難しくてですね、まあ中国、海、ま、警、あ、局なので、これ、あくまでもシビリアンというか、その軍隊ではないと、はい、いうことになってますので、まあ、問題はその防衛力っていうよりも、はい、まあ日本の海保が対応しなきゃいけない、でその海保がよりこうリスクにさらされるということになるので、それに対する対処を考えなきゃいけないっていう段階に今はあるんだと思います。でその先にですねやっぱり、はい そのもしこの向こうが武器使用した場合、日本の、えー、海上自衛隊が、えー、対応に出るのかどうか、はい、こういったことも含めて、あのいろんな頭の体操をしておかなきゃいけないという状態になってきていると思いますでその後ろには、やっぱり日米同盟であり、安全保障条約があり、米軍があるというところまで構えがあるわけでですすよねねそうもともとやっぱりこの東シナ海の,この、まあえー、状況っていうのは、はい、まあ米軍の存在があって、うん を、うん、抑止されているということになっているので、はい、まあ、やっぱりこのバイデン政権が、うん、まあ、あの、尖閣に関しては、はい、日米安保条約の第5条、<え>つまり、あの、集団的自衛権の適用範囲であるというふうに、あの、主張して、まあ、うん、そういうことを伝えてきてますので、うんはい、まあ、そういう意味では一つ、あの、なんていうんですかね、えー、こう、安心材料というか、まあ、抑止力の効果を発揮することにはなるだろうと思うんですけれども、うん、ただ、その、 まあ、会計局がこういう法律が通ったことによってですね、はい、あの、まあ、いつでも使えるんだみたいなふうに思ってしまうと結構怖いので、その辺やっぱり中国の中でですね、どこまでそのグリップを利かせて、こう、ちゃんとコントロールできるかっていうところも含めて、えー、やっぱりいろんな、あの、なん,ていうんですかね、偶発的な問題、まあ、そういうことも、 気ににしてておかかななななけければいけないいいのではないかなとううふうに思ってます、うん、あの先ほど、信剛アナウンサーがニュースで読んでくれましたが、あの中国の担当の部署と日本のアジア大洋州局長の、まあ、オンラインでだと思いますけれども、はい、会が開かれたと、まあ、こういうチャンネルをいくつも用意しておくというのも一つこれはまあ信頼情勢措置というか、はい、そのやっぱりお互いのコミュニケーションを大事にすることで、どういう意図で、そこに会計局がいて、まあ、中国がどういう意図 ううういいい意図をを持ってて行動しているのかっていうことこ知ることも大事ですしまあそれを伝え合うことっていうのは大事なのでまあこういったあのこうホットラインっていうんですかねえこうえこうこうやり取りがあるっていうことは望ましいことではあると思うんですがただ やっぱりそれでもこういう法案を通してくるってことになると、ね、まあ、まあ、いつかどこかで何かがあるかもしれないっていう、こう、なんか、あの、身構えることは、あの、なかなか、その、やめられないというか、そのえ、ポーズは取り続けないといけないっていうところでは、ちょっとやっぱりしんどくなったなって感じはしますね。で、まあ、あの、他方、その、バイデン政権の周りを固める閣僚の人事、今、ちょうど上院で公聴、はい、会行われてますが、 あのウイグル人の方々に対する、まあ、これをジェノサイドだというふうに認,認定したと、恐らくポンペオさんが認めたんですが、次の国務長官になるブリンケンさんも、基本的にそれをこう踏襲するというか、まああの、認めるという形の証言をしたと報道されてましたけれども、まあ、これを一定程度、つながりを持ってやるって形になるんですかね。 そうですねあの。中国に対してはあの、まあ、トランプ政権以降、まあ、トランプ政権の,その強硬姿勢っていうのを引き継ぐ形にはなるだろうと思います。で特に、まあ、このウイ,ルグウイグル族の問題についてはやっぱり人権問題なので、はいまあ、バイデン政権はこの人権問題については極めて強くあの対応するだろうということで、 えっと、その、ジェノサイドを認めたかどうか、これはちょっと言葉の問題もあるので、あの、えー、どこまで、あの、それを、あの、組んでいってるのかはわからないんですけれども、少なくとも、ウイグル族の問題については、うん、バイデン政権も、まあ、厳しく対応すると。他方で、あの、環境問題とか、そういった問題については、はい、バイデン政権も、あの、中国との協力は必要だということも認めていますし、まあ、あの、トランプ政権は、まあ、やや一方的に、えー、この、 対中政策っていうのは一辺倒だったと思うんですけど、まあ、あの、バイデン政権はもう少し、あの、柔軟にというか、うん、ええー、まあ、厳しいところは厳しく、あの、うん、協力するところは協力するというような、あ 建前とといいいいいうか、まあ、そういうううかかそ組み立ててででやってくるんではないかなというふうには思います、うん、あの日本としては、その自由で開かれたインド太平洋という、まあ、旗印掲げてやってきてると、なんかバイデンさんはこの言葉使いたがってないのかなっていうのを一部危惧する向きもありますが、そのあたりどうですか、うん、まあ、あの、その代わりに、まあ、安定と繁栄っていうこと、えー、安定と繁栄のインド太平洋っていうことを言ってますし、まあ、今回、あの、うん、カート・キャンベル 彼、はい、が、まああの、元国務副長官ですけど、彼が、あのえー、インド太平洋調整官っていう、はい、そういうポジションについたので、まあ、インド太平洋っていう枠組みはあの変えるつもりはないだろうというふうに思います。まあ、ただその、自由で開かれたっていうのが何を意味するのか、もう、あの多分。えー トランプ政権と違う言葉を使いたいっていうこともあるのかもしれないなというふうに思うので、ちょっとその辺はあのニュアンスの違いはあるにせよ、インド太平洋っていう枠組みで考えているっていうところが重要だと思います。あと行動の部分が変わってこなければ、あ、これは名前を使いたくなかっただけなんだなってことが分かってくると。そうですね。あのまあ、何を目指すかっていうのはやっぱり名前であの表されますけれども、そこのところが、えーまあ、行動で表れてくればいいと思います。はい えー、今日のキーワード、会計法というところから、まあ、日米中という関係もお話しいただきました。続いて、ここだけニューススクープアップです。この時間、最後のニュースをスクープアップ。イギリス、発足国以外で初の TPP 加盟へ。イギリスのトラス国際貿易大臣は20日に行われた講演で、 日本など11カ国が参加する TPP 艦太平洋戦略的経済連携協定への加盟を近く正式申請する方針を明らかにしました。実現しますと発足時の参加国以外による正式な加盟申請はイギリスが初めてとなります。えー、艦太平洋って名前が付いてるんで、なんかアセアンとかその辺の国がチャレンジするのかなと思いきや、イギリス。 ということ、これ戦略的な何か意図がある。まああのイギリスはあの昨年末というかまあ今年に入ってあの。はい EU を離脱して、そして、まあ、自由に、この自由貿易協定を結べるような立場になりましたので、まあ、とにかく、あの、もう手当たり次第というと、語弊がありますが、いろんなところとの、この戦略的な、こう、つながりを持ちたいと。で、まあ、イギリスから見ればですね、はい、まあ、アジアの、この成長、まあ、今、このコロナの中で出ます、ですね。やっぱりこう、相対的に成長の、あの、軌道に乗っている、アジア諸国との、まあ、経済関係を、こう、結びたい。 ということもありますし、はい、また TPP は今11カ国で作られてるんですけどそのうち6カ国は<っ>あのいわゆる英連邦ですねあのイギリスの直球<ー>植民地になるんですねーオーストラリアニュージーランドシンガポールマレーシア、えー、カナダブルネイっていうのがありますのでう、えー、こうしたその国々とのまと、あ、もの関係も非常に強くありますので、はいまあ、そういう中で,で、ね、TPP を通じて 1>, <っ>まあ1つの あの、経済圏の中、まあ、イギリスから見ればですね、これまでの自分が持っていた経済圏の、こう、ところをこう通じてですね、このアジアに、この広がっていく、そういう重貿易圏に参加したいということだと思うんですが、ただまあ、実質的にはかなりまあ、その、なんていうんですかね、中、こう、中国に対抗するっていう、そういう側面もありますし、また、あのー、 まあイギリス自体、まあ、経済的に見ると、ですね、はい、まあ今、非常に苦しいところでもありますし、まあ、規模としてもそんなに大きいわけではない、アジアとの取引もそんなに大きいわけではないので、うんまあそういう意味で考えると、はい、えまあ象徴的なところがまあかなり大きいかなという気はしますあ、まあ、かつてキャメロン政権の時なんては、かなり中国に寄っていたというような印象ありましたが、だいぶ舵切りましたかね。 いや、まあ、もともとの、やっぱり中国との関係というか、経済的なつながりは今でも続いていますし、はい、あの、まあ、えっ、ー、と、キャメロン政権、メイ政権までは、やっぱりその中国との、まあ、どちらかというと、こう、親密な関係を、こう、あの、重視してきたわけですけれども、はい、やはり潮目が変わったのは、まあ、中国による、まあ、国家安全法の成立と、香港に対するですね、やっぱり抑圧、まあ、これによって一国二制度、まあ、これは、あの、イギリスと、 こう中国の間で結ばれたその協定の中でえこうあの一国二制度というのは決められているわけですけれどもそれをまあ中国が一方的に保護にしたというところがまあその対中政策のこう大きな転換点だったのではないかなというふうに思います、うん、いやこのところそのクイーン・エリザベスという空母ですか合格、はい、客船じゃなくてあれをこうアジアに持ってきたりとかすると結構積極的ですよね。 そうですね。やっぱりその中国に対して、まあ、イギリスは、まあ、怒ってるんだぞっていうか、その中国に対して自分たちも、あの、こう、行動するんだという意思表明でもありますし、 まあ今のイギリスの力から見れば、ですね中国に対して単独で圧力をかけることは難しいと思うんですけれども、アジアに空母を展開する能力があると、そうなれば、ああいざアメリカや日本と協力をして、ですねその中国に対して圧力をかけていくという、そういう意思表示をしたという、こういうふうにまあ見るべきなのかなというふうに思ってはその辺ん、バイデン政権に代わって、 イギリスとこうアメリカもともと特別な関係なんて言われますけれどもここは続いていくというところですかそうですすかそねあの、まあ、ボリス・ジョンソン首相は、まあ、極めて,こうなんていうかフレキシブルな人なのであのこれまではやっぱりトランプ政権の時は、まあ、トランプ大統領ともあの非常に、えー、親密な関係ではありましたけれども。はい ま、バイデン政権になったからといって、じゃあ、あの、関係悪くなるかっていうと、そんなことはなくてですね。まあ、バイデンならバイデンでうまく付き合っていくっていう、こういう発想だと思いますし、まあ、何はともあれ、やっぱりその、えー、EU を離脱してしまったので、はい。あの、これから、イギリスはま、単独でですね、その、いろんな国とうまくやっていかなきゃいけない。まあ、とりわけ、やっぱり重視しているのが、イギリスとアメリカの米自由貿易っていうことなんですね。はい。 でこれがまあそのバイデン政権になったときにまあ前進するかということになると、なかなかあのまあバイデン政権もやっぱりそのえアメリカ国内のですね労働者、特にあの中産階級のですねえこう人たちを守ると。 いうところで、この、まあ、米の自由貿易がそれにとってプラスになるっていうふうにバイデンが判断しないと、なかなか前には進まないだろうというふうに思うので、まあ、あの、トランプ政権の時よりは、あの、やりにくくなったところはあるかなというふうに思います。あ あの先ほどもありましたけれども、2年後には中間選挙がやってくると、まあ、そのあたりも睨むと、なかなかこう思い切った妥協というのは、バイデンさんもできづらいですかそうですね、まああのまあ上まあ、トリプルブルーってよく言われますけれども、はい、あの上下両院と大統領が全部民主党になったというところは、政策を進めやすい状況は整ってはいますけれども、上院は、まあまあ、半分はこの、えーえー、トランプ 大統領の弾劾っていうのをやらなきゃいけないっていうのもありますし、うん、またあの、えーと、50、50のちょうど、この、はいえー、ギリギリのところの多数なので、えー、必ずしも上院もあの自由にできるわけではないし、うんまあ、あともう一つはやっぱりその、えー、民主党の左派ですね、はいまあ、上院にも何人もいますけれども、えーまあ、かなりその、 えー、労働者の権利ですとか、まあ、その貧富の格差、こういったことに、えー、強い、あの、政策を持っている人たちが多いので、バイデン政権がその自由貿易を進めようとしてもですね、はい、なかなかうまくいかない。まあ、よく TPP の復帰があるかとかっても言われるんですけれども、これもかなり、あの、私はハードル高いなというふうに思っていて、あ,あの、やっぱり TPP に反対するっていうのは、まあ、とりわけ中西部の、まあ、いわゆるラストベルトって言われる、うん まあ、あの工業地帯ですね。ここの人たちにとっては、はい、やっぱりあの自由貿易 TPP っていうのはなんか悪いことっていうふうに、こう、まあ、まあ、染みついちゃってるので、はい、まあ、今からバイデン政権になってからですね、<ー>じゃあ、TPP 戻るぞなんていうことになると、今度はまたその2年後の、 あの中間選挙が苦しくなりますし、はい、まあバイデン政権の、なんていうんですかね、最初からこうユニティって言ってるのに分断が進むみたいな,なるほど、そういうあのやっぱ恐れもあるので、あのなかなかこうそっちに踏み切るのは難しいんじゃないかなと思いますあ。これ、それだけこう内政の部分を重視しながらやっていくと、そこの中で外交をやっていく バイデン政権で、これ、なんか、あの閣僚の婦人なんかを見ると、どっちかというと、ヨーロッパや中東に目が向いてじゃないのっていうふうに指摘する向きもありますが、はい、それどうですか。<laughs> いや、もう、あの、かなり、そういう意識はあるだろうなと思いますね。あ<ー>まあ、ブリンケン国務長官になる。まあ、今、公聴会開いてますけれども、はい、まあ、指名され、指名承認されれば、えっ、ー、と、国務長官になるブリンケンは、うん、まあ、フランスに住んでたこともある。まあ、フランス語ペラペラ,ペラの人なんですけれども、あの、大変やっぱりヨーロッパに向いてますし、はい、まあ、あの、今回、えー、大統領安保補佐官になったサリバンとか、はい、あの、国務副長官になった、えー、とウェンディ・シャーマンという人は、うん まあ、イラン核合意の中心的な人物でもあったので<ー>中、中東に対する、あの、この関心も非常に強いということは言えると思います。まあ、他方で、あの、アジア系の人の、この、閣僚の登用っていうのはほとんどなかったっていうところが、まあ、一つ大きな特徴で、多様性とは言いながらも、はい、まあ、あの、女性とか、あの、えー、黒人、アフリカ系の人たちは多かったんですけれども、はい えー、アジア系は少ないっていうのもちょっとした特徴で、まあそういう意味ではアジアカラーっていうのはすごく薄いなっていうのは印象としてあります。ただ、先日のあの、公聴会を聞いていても、はい、まああの国防長官、えー、国防長官候補、国務長官候補、いずれもあの、中国に対する関心は非常に強かったので、やっぱり対中政策っていう ところから、はい、バイデン政権はあのアジア政策を組み立てていくというふうにう、えー、見ていくのが、まあ、妥当かなというふうに思いますそのでそで、そのバイデンさんご自身のところで、なんか息子さんが中国と結構ビジネスやったじゃないかみたいなことを指摘する向きもありますね、えーまあ、あのハンター・バイデンという人はいろんなビジネスやってたわけですが、あの中国って言われる前は、なんかウクライナとか言われてたので、うでねえー、もうなんか、えーあの、それは共和党がなんかとにかく敵と結びつけたかっただけ なので、まあ、あの実際はあると思いますけど、それはあの、ね、アメリカと中国の貿易の規模、投資の規模を考えると、まあ中国とビジネスやること自体は、なんか、まあ、あのビジネスやってる限りは、なかなかの付き合いはあるだろうというぐらいには思うんですけど、あ<ー>まあそこはあんまり関係ないじちゃ関係ないと思います政策にまで影響することはなさそうないと思いますね。はい えー、tpp の話、そして、まあ,あ、発足したバイデン政権の外交というところを俯瞰的にお話しいただきました。